FNS 歌謡祭 2013FNS 歌謡祭 2013FNS 歌謡祭は富士テレビ系列で2013年12月4日19時23時18分に生放送された通算42回目の FNS 歌謡祭。今回は富士テレビ開局55周年記念特別番組として放送された。スマップの草薙剛と滝川クリステルが司会を務めた。 2013年4月より、フジテレビ水曜十字枠の連続ドラマが再開されたが、例年通り12月の第1水曜日の放送となり、当該枠で放送の連続ドラマ、リーガルハイは休止となった。この年以降も、例年通り水曜日の放送となり、その日の連続ドラマは休止となる。テーマは、前回に引き続き、最強のコラボレーションである。 平均視聴率は18.8%で前回より0.5%上昇した。2013年民放音楽番組最高視聴率を記録した。また瞬間最高視聴率は嵐がエンドレスゲームを歌唱しているシーンで23.4%だった。2002年よりプロデューサー、チーフプロデューサーを担当していた菊池慎は 翌年6月の人事堂で別部署に移動したため、今回が最後の担当となった。また、演歌、歌謡曲勢は、氷川清と、八代明を除き出演しなくなったで、放送を開始した裏番組に出演している、交賛性が高いためと思われる。今回のステージで最多出演者は、AKB48 の高橋みなみであり、7曲に参加している。スマップが、 トップバッターで、シェイク、大鳥で、シャレオツ、を披露。番組前半では、斉藤由紀、南野陽子、朝香由衣、松本伊代といった1980年代に、全盛期で活躍していた女性アイドル歌手が、AKB48、乃木坂46、桃色クローバー Z といった若手の女性アイドルグループとのそれぞれの共演で、新旧女性アイドルコラボレーションを披露した。 番組後半では、かつては元恋人同士だった、香原智とと小室哲也の共演が、1998年4月6日、放送の、へイへイへイ以来の約15年ぶりに実現した。I am proud, I believe を披露後、香原が小室に駆け寄り感謝と謝罪を含めた挨拶をする場面も見られた。後日談で、当番組のプロデューサーは、 挨拶のシーンのことを当初は予定していなかったので挨拶はアドリブと言っていた。また番組の随所でスマップの5人がソロでそれぞれ他のアーティストと共演した。中井雅宏は自身がプロデュースした舞祭組との共演で棚からボタモチを披露。木村拓也はエレファントカシマシとの共演で今宵の月のようにを披露。稲垣郎は田島隆夫との共演で セップン、キスマイナスを披露、草薙強は、d r f と、小室哲也との共演で、e g s y Do d a n を披露、香取慎吾は、ゆずとの共演で、桜木町を披露した。ちなみに、同年7月31日放送の、2013、FNS 歌の夏祭りでは、中井正宏、草薙強の二人を除く、木村拓也、稲垣五郎、香取慎吾の三人がそれぞれソロで、 他のアーティストと共演していた。ジャニーズ事務所からはスマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、山下智久、ヘイ、セイ、ジャンプ、キスマイフット2、マイ祭り組、セクシーゾーン、ABCZ の11組が出演した。また、マイ祭り組、ABCZ が FNS 歌謡祭に初出演となった。今年は、ジャニーズ事務所のマイ祭り組、 ABCZ も含め、NMB48、大原桜子、岡本図、オルケスタデラ、ルス、熊門、ジェネレーションズフロム r o m Exile t r i 末延真由子、スキャンダル、田島隆夫、断密、直人、と、本博、藤井直行、マーティフリードマン、三谷幸喜の17組のアーティストが、FNS 歌謡祭に初出演した。全76曲中62曲が、 コラボレーションで披露された。AKB48 の大島優子にとって最後の FNS 歌謡祭の出演となった。ふとしもじは当年の NHK 第64回 NHK 紅白歌合戦にも出場した歌手である。当初参加予定だった宮本エミリは体調を崩して自宅療養に入ったため出演をキャンセルした。代役としてスウェーン・マユコが出演。 ありがとうございます。